ゴメスは大変なものを盗んでいきました。ナナちゃんの心です。いや、こんなことはないわな。こんなことになったらちょっとゲーム的にどうにか、どれやったっけどれやったっけ、セーブデータどれやったっけ。これか。たくさんありすぎてわからんようになった。多分これはな5人揃っとるもんな。え、本当にそれであっとんかって、これちょっと疑心暗鬼になるけど、いけるよな。よし、行こう。何しようかな。行動力1をとりあえずアイテムな一件もらっとくで消費しようかってとこかな。で、この優しいんだろうと言って平和度上がった。ゴミ拾い名人、とうとうゴミ拾い名人に任命されたよ。この学校の校長先生かな。校長先生から評判を受けたぞ。よっ、ゴミ拾い名人、お前かい校長先生に言われるんだったら俺も嬉しいけど、お前かい。なんかバカにされてる気がするんだよな。別に嬉しくない。4時間目。何をしよう。ちょっと消極的な言い方しやがった消極的な言い方だな、珍しく。なんかな、本当に妄想力100で止まっとんよな。学力が下がってきとるわ。あれか、前回のパートで戦った時の下がったけんか。そうか、勉強しました。当てられた。マザーテレスは何をした人あ、これなんて読むん、これなんて読むかわからんけど、これはなんて読むん、これ気になる、めっちゃ気になるんやけど。これ梅毒ちゃうかな。悪夢にうなされる人を起こした人マザーテレサ、そんな人じゃないな。希望を胸に抱いていた人。そうやけどただそういう人じゃないぞ。マザーテレサってあの怪我した兵隊をさ、看病した人よな。希望を胸に抱いとったけど、これなんなん、なんて読むこれ。何に苦しむ人。え、どっち、この なんとかの読めんところがさ、もし病気とか怪我とかだったらさ、こっちであっとるかもしれん。こっちか。希望を抱いとるやん、マザーテレサ。希望なしに人助けよったりせんわ。ありえなくはない、ありえなくないぞ先生。希望を胸に抱いとかなさ、やれることもやれんぞ。お前先生がそんなこと言っていいんか。おこの学校どうなっとんだ、教育体制どうなっとんだ。校長先生に訴えようか。多分学力さらっと下がってないか、これ140なんもなかったっけそら見てみろだ、先生がさあんなこと言うけん授業なんてもう嫌だって言っちゃった俺だって嫌だよ気分いいわや、下がった。久しぶりにここまで下がったな。よし、とりあえずプラスだった。3回やったのにさ、プラスが10ぐらいしかないんか。休み時間になったんで、私はなんとなく奈々ちゃんの席に遊びに来た。奈々ちゃん、あれ、奈々ちゃんみたいな、いつも通りじゃないんじゃん。ちょっとテンション下がったんじゃんそうか、さっきのでか。どうしたの、その口の赤いの。奈々ちゃんの口の端を見てゾッとした。怪我してるな、口切ってんのか。なんと真っ赤な血がついてるではないか。これは殴り合った後が。でも本人こんなに笑顔なんよな。殴り合った後の割には笑顔なんよな。えそれ、哀れみの目で見るなお前。慌ててそれを拭き取る。で、拭き取ったって私見えちゃったんだからね。見ちゃいましたよ。もうゴメスは見たやけんな。なんでもっと早く言ってくれなかったの。午前中いっぱい口にトマトケチャップつけたまま過ごしてなんて考えたくない子供か。なんだ、こういうとこがあるからナナちゃんは可愛いと思う。騙されてるなこれ。ごめんす、そんな単純な騙され方でいいのか。小学生かお前は。はい、もう将来が不安になったよ、ごめんすもナナちゃんも。さて、セクシー お昼休みが始まりました。お昼休みやけん行動力4あるよな。だから話しかけていきたいな2人に。とりあえず新入り、お、スプラトゥーンでないか。久しぶりスプラトゥーン。ということだから放課後美術室忘れないでね、クロッチ。あバキークロッチって呼ばれるんだこいつには。了解したよ、仲良さそうやな。ん、何かするの。なんかちょっと早いけど美術部員で卒業パーティーするんだって。12月なのにか、早いな。確かに焼肉食べられるって言うから行くんだ。それ目的か
そもそもさ、この二人美術部だったん。いいな、私は放課後決闘だ。言っちゃった。言っていいんかそれ。決闘？決闘なんて大変だね。お前絶対大変だと思ってないだろ。焼肉コメスちゃんも呼んであげたいけど、美術部員は気難しいから。特に持ちだ、キー町田か、町田、ああ町田っていう1年生がいるんだけどね、夏に廊下にクロッチの似顔絵貼った犯人なんだ。ああ、あの犬と団子か。もうお前らお前らさ、俺に分からんようなことペラペラ喋るな。ツッコミにくいんじゃけど、やばいやつがおるんやな。夏場、いたずらで廊下に貼られたソヨちゃんの似顔絵が3年生の間で話題となった。犬の体なのにソヨちゃんの顔だったり、串団子やソヨちゃんの顔だったり、しかもめちゃくちゃうまいんだ。すごいバカにされてるやん、お前。先輩の意見なしやないか。確か商店街とかでも見かけた気がする。指名で母のポスターの棚に貼られてるのを見た。お前何やったんや、お前何やらかしたんや、お前。あれすごかったよね。私1枚持ってるんだ。持っとんか。もう物好きやな、そんなん持っとるって。なんだって。今すぐ処分させてくれないか。ダメだよ、わざわざ10円でコピーしたんだから。コピーしたんかい。もらったんだけどコピーしたんじゃん、お前。悪いやな、ごめんぞも悪いやな。コピーしなくたっていっぱいあるんだから、それをもらえばよかったのに。お前は手に入れるに賛成破壊。そうなんだよね、いっぱい流通してるだけらしいんだけど、人気のあまりどこにもなくてさ。人気なんや。え、ソヨちゃんの似顔絵って言うたな、お前。お前意外とバキ、お前人気あるんか、学校どころか街で。欲しいと思った時には学校にも商店街にもなかったんだよね。だからななちゃんにコピーさせてもらったんだ。ということは、あれって町田ちゃんが自主的に片付けたんじゃないんだね。その町田ってこうすごい、絶対将来お思いになるね。ある意味だけど、俺はさ、将来数年後にはさ、警察に捕まっとんじゃないかなって思うんやけど、大丈夫なんかな。そちゃんは死んだような顔をしてどこかへ去っていった。ざまあみろ、日頃の行いの悪いことの報いを受けたんだこれ。愉快愉快。よし、次誰に話しかけよう。確か前回のパートさ、ゴメスじゃないわ、リンザギヤマに話しかけたらさ、全然レインボー出なかったよな。前回話しかけたらね、リンザギヤマは今回お預けで、そうやな。翔平平をさ、もうその呼び方は定着なんだな。どうしていつも彫刻やってるの？え？男のロマンだから。ロマンって感じないけどな、彫刻は。小さい頃からってな。好きだったんだけど発音おかしかったね今。決定的に好きになったのはソヨの兄さんの作品に出会って以来かな。バキの兄さん、どんなんか見てみたいな。どんなムキムキのマッチョなんだろうかな。ロマンね、とりあえずゴミは片付けなきゃダメだよ。分かってる。分かっとんか本当にお前。分かっとったらあんなに木彫りの削った後のやつ捨ててないだろう。分かってないやん。関西弁できた。もういいツッコミや。分かってないやん。いいなゴメス、最近ツッコミスキル上がってきたじゃないの。分かってないやん。ちょっと俺ツボやわ。よーし、何かしらしよう。よっしゃ、何かしらしよう。学力上げとった方がいいよな。何度でも必殺を打てるように。そうやな、学力メインで上げておくべきなんやなこれ。そしたら先生の方から、ゴメスが勉強してる、ようやく分かってくれたんだなって思うけどさ、先生あんな感じやもんな。もう冒頭で先生のさ、面目守りつぶれないような感じだと思うな。マザーテレサのことをバカにしたからな。当てられた。鼻血の手当て方法で間違っているもの。安静、上を向く、血を拭き取る。ああ、上向く。ああ、上向いたらダメだよ。上向いたら、血が、体の方に流れていってダメみたいなこと聞いた。むしろ下向いて、外に、
そっちに出る方向に向かなあかんのじゃなかったっけな。よーし、これ保険の授業か。保険の授業だったんだこれ。褒められたわ。よっしゃやった、気分暴走に戻ってきた。よっしゃよっしゃ、勉強、とりあえず勉強200超えたよかもしれんな、これで5時間目終わり。あ、これエンターキー、チャイムの途中にエンターキー押したらチャイムキャンセルできるんだよこれ。チャイム変なところで終わった。よっしゃ、リンザキはもういいかって言いながらさ、このゲームの友達のさ、キーマンみたいな感じがするんだよな、リンザキ山。あの、ゴメスが主人公、あの、一番のキーマンが、あの、ナナちゃんで、リンザキ山が二番目っていうか、もう、アウトローおるけんな。一番、ピースクから離れとる人間やけんな。リンちゃん、ごめんね。私、リンちゃんの友達だよ。いいんか、そんなこと安易に言って。うん、わかってる。ゴメスちゃんも、リンのとこまで、落ちてきて。お前、笑顔でさ、ごっそりすごいこと言うな、お前。嫌だよ。落ちたくないよ。あ、結局私は、リンちゃんを放っておけなくて、話しかけてしまった。きっと私も、彼女と同じように、心を蝕まれて、行くのかも。やめときゃよかったな。リンザキヤオに話しかけるやめとけばよかったな。さて、もらっとくやろうかな。なんかアイテムが手に入らんかったけどな。今回はなあ、拾っても拾っても新しく出てくるんやけど。やめて、そういうの持ってくるのやめて。男子、ちょっと男子。あ、学力198もあった。よし、とりあえず200超えとこう。おーし、もう俺はもうゴメスはな、もう、ガリ弁のそういう女子高生で通っておけな、地元では。さて、学力がここまで上がったところで、ちょっと HP やだろうと思うんよな、体力上げとこ。あ結構今日答えさせられるよな。バッハどこの国の作曲家。作曲家かなら分かるけど、作曲家ってなんなん、ちょっと間違った気がするけど、まあいいや。ジャパンではないよ。バッハってアメリカじゃなくてドイツじゃないだろ。アメリカの作曲家って意外と聞いたことないよな。だいたいヨーロッパの方なんよな。なんだろうな。え、俺寝てった。あ、そうか、体力ってあれか、 寝て体力回復するやつだったっけ。じゃあもう調子乗ってもう一回寝るもんね。よし、あいつはあれでも勉強してるんだ、関心関心ってことで寝ることを2回も許してくれたぞ。まだ話しかけるパターンの方に入ってきた。じゃあとりあえず話しかけてないってことで、お前ルルーシュ、ルルーシュもどき。秀一君は何、秀一君だと。え、私何かおかしいこと言った。あ、秀一君、変な名前で呼ばれすぎてさ、いざ普通に秀一くんって呼ばれたらさ、違和感持つようになったから、かわいそうに。そっち軽々しく俺の名前呼ぶとは何のつもりかな。いいやろ。友達なんやけん、クラスメイトなんやけん、いいやろお前。別に軽々しく呼んだつもりはないよ。君もつけたし、あ、くんもつけたし。サマをつけてくれ。お前偉そうやな。はい、あんまりわがままなので聞きたくなってきた。それか部長と呼んでくれ。あ、部長と呼んでほしかったんや。全然部長の威厳持てないくせに部長と呼びたくなかったんや。お前わがままやな。嫌だよ、だから部長よ。嫌だな、部長は嫌だな、嫌だな。ついでに言うとゴミ拾うのも嫌だな。アイテムがちゃんと手に入らないと嫌だな。ゴミなんかいらないな。待って、おい、7時間目終わったらさ、え、この7時間で終わるよな。で、今日3日目じゃなかったっけ。どうだったっけ、3日目だったよな。うろ覚えだ。うろ覚えだ。ってことは今日この時間が終わったら、もしかして戦闘とうとう戦いに入るのか。よーし、
じゃあもう今日ここからもうどんどん頑張っていこう。筋トレ筋トレ、最後の追い込み、最後の追い込み、かわしたよ。もう聖書のチョークなんか溜まって見えるんじゃ。いけいけ、またかわした、すげえ。もうゴメズには止まって見えるんで、チョークぐらい。うわあうわあ、もうゴメズにとってはもう避けれないもんはない。もう相手のパンチも避けれるんじゃないかな。放課後になった。地獄はデンジャラスな、この教室で学んできたゴメズにもう敵はいない。弾丸のごとく飛んでくるチョークですら今のゴメズには止まって見える。いざ次回、ゴメス親友を救う救世主になる。